しく食べることを、ね、皆さん旬の食材は何かってやっぱり一回考えてみた方がいいです。そうしたら皆さん健康になります。皆さんも健康な体になって、健康になれば健康な子供生まれて当たり前ですと私は考えています。